あーちゃん、あーちゃんがいなくなってから結構経った。どれくらいの日かもうわからない。あーちゃんがいなくなってからなんか空っぽになったような気分だった。今思えば俺の生活はあーちゃんでいっぱいだったんだ。あーちゃんに依存しすぎていた、甘えすぎていた。ごめんあーちゃん。あーちゃんと出会ってから俺の日常は変わった。りのちゃんのこともあったから今までの自分じゃいけないんだって思ってた。それをあーちゃんが変えてくれたと思う。ああよく会いますね。まだ探してんの？まあ諦め悪いんだね。諦められるわけないですよ。ここで別れた方が二人のためじゃないの？茜にとってもその方がいいでしょう。紐が減るだけだし。はあ。ちょっとおい大丈夫？ちゃんと歩けてなくない？ああ大丈夫です。あんまりご飯食べてないだけで。え？どういうこと？まさか茜からお金もらえなくなったから収入がゼロっちゃってるってこと？はい。マジか、こんなことあるんだ本当に。すいませんごちそうになっちゃって。いやいいよ。なんかやばいな君。すいません。茜本当にどこにもいないの？ LINE とかは？この前送ったけどもう知らないってだけ帰ってきて。え、帰ってきたんだ。え、そんな驚きます？いやなんでもない。あーちゃんどこにいるんだろう。さあね。まあ友達んちとかでしょ多分。知らんけど。そうかな。それかホストにハマって金なくなって今頃やばいところで働かされたりね。え、やばいところって？知らんけどなんかいろいろあるんじゃない？いやそれはやばいですよマジで。いや俺に言われても。ダメだ、なんかいても立ってもいらんなくなってきた。飯食って元気になってる？悟空かこいつ。いやでもどうすんのよ、探しようがないでしょ。もう諦めなって。いやそういうわけにいかない。ご飯ありがとうございました。俺また探します。あーちゃんは俺にとって特別な人なんで。特別ってまた抽象的な。ありがとうございます。さよなら。いや失礼しますとかだろ普通。でもなんだろう、あいつの目を見てると本当にほっとけない感じになってしまう。変なやつだな。